緊張感やばいっすよ <laughs> うんなんかびっくりとうれしいのと怖いのとなんかもう、はいろいろ好きでドキュメンタル見てたんで自分だったらどうするだろうなって思いながら見てたからやっぱいざ来てみると怖いっすね。 に選ばれるっていうのはなんかこうある意味芸人としてまあ選ばれた人たちじゃないですかでもその中でやっぱ滑ると全員が自分のこと面白くないって思うことじゃないですかで見てる人もあこいつ面白くないなってなるからでも俺再起不能になるまでもう ちょっと今回は頑張りたいなと思ってんですね。はい。もういいやって思ってます <laughs>。<laughs> ドキュメンタルの招待状をいただいて、その場でもすぐ写真を撮ってあのラインで送ったんですよ。そしたら嫌だって帰ってきて <laughs>。<laughs> はい、それで伝えたんですよだからあのドキュメンタルを毎回見てるのは奥さん知ってるのでついに来たなみたいな感じですかねはい、あ、応援はしてくれてると思いますなんかあの決まってからずっともう一回ドキュメンタルをちょこちょこ見直したりとかああでもないこうでもないとかっていうのをなんか調べ物したりとかそわそわしてたのでうん <laughs> なんか どうしたのとかって普段は声かけてくれるんですけどなんとなく空気をさしてあの見守っててくれてます <laughs> 今日は朝出る時に「いってらっしゃい」とかは言わずになんか唇をかみしめて3回ぐらいうなずいて送り出してくれました。<laughs> <laughs> そうですか、ね、まあすかいろいろこの6時間という中であの球数は持っていった方がいいなっていう印象だったんでもういろんなことを考えてで持ってきてはいるんですけどそうっすね多分ほとんど裸になってんじゃないかなって思ったりとかだから色んな裸じゃないやつも持ってきてはいるんですけどうんどうなんだろう。 はい、裸の方が安心するので <laughs>、えー、そこら辺はちょっと空気をこう見なながら、はい、やっってていいきたいなと思ってます、はい、そう朝出る時なんかそんな感じの雰囲気ででタクシーで来させてもらったんですけどタクシー乗ってる時はなんかあ楽しくなれたらいいなあなんてちょっとリラックスモードだったんですけど。 このスタジオ入ってからのこの厳重なセキュリティースタッフ一人の一人一人のこの緊張感やばいっすよ <laughs> <laughs> えー、皆さんえー、お父さんは芸人だというところを今日見せに来ましたあなたたちはこれでご飯を食べてます頑張ります